こんにちは、しおさんでございます。西鉄久留米駅前、ここを訪れると必ず食べたくなる久留米ラーメンのお店があります。その中でも一番のスペシャルラーメン、 GTO スペシャル、替え玉をしたくなるうまさプラスの魅力を紹介していきます。僕のチャンネルでは埼玉、東京、千葉、神奈川で見つけたうまいお店をはじめ、旅行や出張で見つけた美味しいお店を紹介しております。食べるのが好きな人や旅行が好きな人はチャンネル登録していただけると嬉しいです。久留米市の中心街、久留米一番街のアーケード入り口手前、ここにある久留米ラーメン堂麺師本店さん。この麺師本店さん、久留米を訪れると必ず食べたくなる、そんな美味しくて居心地のいいラーメン屋さんです。お店に近づいていくと、その前にはお得な情報が書かれていました。 X のフォロワーになるとめちゃお得です。さあ、おすすめランチいかがでしょうか。どうでしょうか。ラーメンは大きく分けて、あっさり、こってり、そして GTO スペシャルという全部入りのトッピングのラーメン、さらにおすすめセットやご飯類が用意されています。トッピングもこのような形で用意されており、追加メニューもあります。おつまみも用意されています。ラー飲みセット、これもまたいい感じですよね。夜のお得なラーメンセット、そして食券機で食券を購入して頼むスタイルになっています。ここの前に立つといつもどれにしようかまた迷ってしまいます。麺師さんはこの店主である鬼塚さんの夢、この実現の1号店としてオープンしました。店主の思いが詰まった店内、店主の思いは以前の動画でも紹介しております。ありがとうございます。はい、うん、ありがとうございます。またパワーアップします。ありがとうございます。いただいたのは GTO スペシャルプラス X フォロワーであることで、一つのトッピングをいただける、今回はチャーシューにしました。ラーメンの中身を確認していく、こちらスタッフの活気が素敵で、その雰囲気を味わいながら紹介していきます。スープは豚骨ベースの濃厚な味わい、これ濃厚な味わいでありながら後味はあっさりしているんですね。これがすごく美味しくて、飲み始めるとつい飲んじゃうんです。そんな美味しさを味わいながら麺をいただきます。麺は細麺、固めで注文しました。この麺がまた美味しいんですね。細麺だけどしっかりした食感で、その食感とスープがめちゃくちゃ合っているんです。スープがよく絡んできて美味しい麺、食べるたびにその美味しさに納得感があります。食べるたびにハマっていくこの麺とスープの美味しさ、ここで辛味噌を混ぜ混ぜしていきました。途中で混ぜることで2段階の味わいを楽しむことができます。辛味噌を混ぜ混ぜするとこのピリ辛感、こちらが加わってさらに美味しくなるんですね。辛いもの好きには特にたまらない美味しさです。厚切りの炙りチャーシュー、こちらをいただきました。これ分厚くて、そしてこの炙っていることでの風味、これが肉の旨味、味わいとほんとマッチしていて美味しいんです。厚切りならではの食べ応え感と炙りの風味、うまさがたまりません。メンマは極太でしっかりした食感、そしてうまい味わいです。メンマの極太は豚骨では珍しいですね。これが絶妙に合うと思いました。再び麺をいただいていきます。麺がやっぱりうまいんですね。そして海苔です。この海苔がまたこだわりの有明海産の海苔で、めっちゃ美味しいんですね。海苔をスープに浸して麺と一緒にいただくと、さらに美味しく楽しめます。最後の麺をいただきました。あっという間ですね。麺がなくなった後、もう一枚炙りチャーシューをいただきました。肉のうまみ、これがたまりません。
麺がなくなった後は替え玉です。替え玉用にまだまだトッピングをたくさん残しておきました。替え玉が登場です。おー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。タレもかかってますので、はい、はい、そのままどうぞ。ありがとうございます。替え玉であらかじめタレがかかっているのはありがたいですね。替え玉をスープに入れるとこのような感じになります。結構なボリューム感がありますね。スープにしっかり浸していきます。麺をこのような形でスープに浸していただくと、替え玉ならではの固めの食感、これがありやっぱりうまいんですね。もう一度、替え玉だからこそ味わえる独特の食感をそのままでいただいていきました。続いて海苔です。この海苔が本当美味しいので、このような形で海苔をスープに浸して麺と一緒にいただく、これがたまらない食べ方であると改めて感じました。煮卵も地元のこだわりの卵を使用。こちらは絶妙な茹で具合で中はとろーり美味しい味わいでした。再び海苔をスープに浸していただいていきます。この海苔が本当美味しいんですね。磯の香りとこのスープ、麺との相性、これが本当に抜群な、ほんと旨味の融合になっていました。最後の海苔もいただいていきます。やはり同じようにこうやって浸して麺と一緒にいただきました。この食べ方ほんとハマりました。最後の麺をいただきます。あっという間ですね。厚切り炙りチャーシューをこの後いただいていきました。まだ3枚残っていましたので、そして食べ応えがあり本当うまいこの炙りチャーシューをいただきまして、そして最後のチャーシューもいただきました。麺とチャーシューがなくなったらスープです。このスープが飲むほどに飲みたくなる、そんな美味しい味わい。濃厚でありながら後味あっさり、飲み始めると止まらなくなり、結局最後まで飲み干しちゃいました。一番下にも GTO が書かれていますね。 GTO スペシャル、麺師本店さんを訪れたらぜひ食べたいおすすめなラーメンです。はい、ありがとうございます。はい、どうも。はい、ここで久留米ラーメン堂麺師本店さんはここにありますということで、麺師さんの場所を紹介していきます。地図で見ると西鉄久留米駅西口から徒歩2分ほどのところにあります。このような感じの駅前、立派な駅ビルもあります。こちらの駅ビルを背にして向かい側、こちらに久留米一番街といわれる久留米市の一番の商店街があります。この商店街をまっすぐ進んでいき、アーケードの手前まで進んでいきます。アーケードの手前まで行くと左前方にお店があります。こちらが麺師本店さん。この麺師本店さん、ほんと素敵な作りにもなっております。沖縄をイメージしたような、そんな外観になっています。ぜひ訪れてみてください。今回久留米ラーメン堂麺師本店さんでいただいて感じたこと、それはやっぱり店長をはじめスタッフさんの対応が本当いいなということを改めて感じました。変わらない活気と元気さ、本当たまりません。 GTO スペシャルはお得でうまい、そう改めて感じました。これで1100円なんです。ほんと安くてうまいです。厚切り炙りチャーシューへのこだわり、これもまた素晴らしいと思いました。煮卵と海苔へのこだわり、そしてメンマへのこだわり、一つ一つの素材へのこだわりが伝わります。飲み干したくなる濃厚な豚骨スープ、こちらも欠かせない。そして必ず替え玉をしたくなるうまい麺が本当魅力的でした。そして替え玉をいただくと、やはり替え玉ならではの魅力を楽しむことができます。久留米周辺で
美味しいラーメンを食べたいときにおすすめなお店の一つであると思い紹介させていただきました。久留米ラーメン堂麺師本店さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。